はい、皆さんこんにちは、まこちゃんです。はい、今日はですね、なんと守備の職人スペシャリストに、来福していただきまして、武ひろとさんですね。武ひろとさん絶対ご存知だと思うんですよ。武ひろとさん、今楽天の抑え松井裕樹の1個下ですよね。1個下、1年生の夏からショートで甲子園出てる超守備のスペシャリストにお越しいただいているので、いろんなねアドバイスをね僕もちょっと聞きたいなと思ってやりたいと思いますので、視聴者さん最後までぜひとも視聴くださいませ。行きます。僕最初ノック打つんで、その後ちょっと僕も入りたいと思います。美しい守備をね見てみてください。はい、はい、うまいじゃん。はい、ね、何を意識するか聞きたいんだけど、ボールが今じゃあ正面で揺れ頃ってそしたらどっちに入る？ボールのどっち側に入る？こっち側？あっちがない、あっちに投げるんだったらこっち側に入る。まあ、それがまず考えること1だよね。で、なんでじゃあこっちに入る？スピードつけて投げやすい。お、送球しやすい。なんかよくわからんね、こっち行ってる。投げやすいよ。ああ、投げやすい。多分、よく言われるのはボールがこうやって正面に来るか、こっち横にあるか、どっちが見やすいかっていう。どっちが見やすいだよね。もうそれだけ。今ゆっくりのボールだから間に合ってるんだけど、
右側に行くのは正解だけど、自分たちがこうやってちょっと行き過ぎたの。だからこうやってボール来たらこうやって入ってたの。直線的にボールに対して。そうそう、それに右足をこうやって入れていく。ボールをもう踏みに行く感じで。これ言われたことある？ない。ボールが来るボールに対して右で踏んでいく。で、踏んでってもボールはこっち側に合わせてるからずっとこっち側にある。で、最後こうやってた時に真ん中に来てくれるように右足でボールの直線に対して右足で合わせて、で、そのこれはこっち側に対してのボールのアプローチに取りに行っていいかな。で、ボールの合わせ方、最初打ってもらった時に全部処理したのがここら辺くらい、自分たちが動いたからこの距離だけ、あとはボールに合わせて取っただけなんですよ。今多分そこぐらいまでは勝負しに来てるね。これなんでだ、何が変わった、どうしよう。バウンドって合わないかな、自分の中でも多分こんだけ出てるから。じゃあ2人がここからここまで勝負できますって言ったら、アウトできる範囲っていうのも前だけでこんなに変わってくる。でプラスこれに横が加わってきたらもうすごい守備範囲になる。でそこをもう少しもう少し求めてほしい。ショートバウンド取りに行く、ナンバーアンドミのショートバウンドっていう風に動かしていくと、どん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 足が出る。で、まあ、パン下がってバウンドと一緒に下がってくるからすごくバウンドが見やすい。パン、ここだな。そこでもまたショートバウンド下がる。入ってない。
指を。ボールを取るときってなんとなくボーっとこうランナーが見えてる人取ってから確認して投げるのがすごく遅くなって焦っちゃうのが分かる。取ってみたらえもうあそこじゃん投げてる分かる。だからもう取りながら取りに行きながらランナーもちょっと自分の目線に入れておかないとこの一瞬の判断っていうのはボールファーストだったらタッタッかもしれない。じゃあランナー一塁の時に飛んできました、間に合わない、切り替えなきゃ、じゃあランナー一三塁です、一三塁です、ホームにね、ホームにね、ファーストこうやって見るところがどん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 多くなってだから2人ぐらいのこの取るレベルとかだから常に何かを考えて取らなきゃ。ボール飛んできます、お願いしますでもいいし、こうやって切ったりとかやる、こうやっていくしたらどこのタイミングでジャンプするか知ってる？打つ前、そう、打つここら辺で飛んでてほしい、ボールに対してここら辺飛んでる、ぶつかってこの角度が見えるくらいにはもう足がつきますよっていうところに来てると、じゃあバットの角度がちょっとこっち向いてます、じゃあどっち行く、これこれバットこっち向いてます、どっち行く、こっちはこっちは、ああもうまず角度を見る、角度を見る、ここに対してここの角度のここ、こっちの角度のここ、そこまで自分で当たるとこに集中してステップしていくと、こうやってパーンって動く子、ここまでしか動いてない、だけどこっちって分かってる子はもう一歩目でこの 1m、2m 違ってくるから、あー取れないっていうこの打球がこうやって入る、あっ！タイミング分かった、じゃあ一緒に行くよ、あそこのタイミングとこのタイミングが見えるところ行くよ、はい、ジャンプ、今の打球どこ、1、2、3、ピューってくるよね、俺今打った後どうスタートした後どういう体勢になったの、そうそう止まってこうだね、まず絶対に切ってから半、そうバーンだわ、でこれすごく難しいんだけど、ここにじゃあお願いしますって左足合わせて左足に左に、でこの右でこっちやったそのままこっちでこっちやったらこのままこっちに行ける、 OK、 だから左右左右、そういう感じ、はい、それ右左こっちっすね、そう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 、違うっすこれむずいの右、そう、じゃあ右足ここ、右足ここの、こうですか、あ、そうそうそう、あ、はいはいはい、右、左、あ、そうそうそう、左、こっちの動きにしてこっちですか、はい、お、違う左とも多分左足向きになってますね、こう言ってますか、はい、こう言ってます、完璧だね、右、左、右行きます、ちょっと回らんでいいよ両手見せて、はい、あ、OK、
完璧だよ。あ、そうですそうです。チビ持ってる時はもうこうやって持って。はい。はい。って感じかな。はい。うん。泳ぐと海かごかな。もうそのくらい緩くてもいいから、はい、OK、 これでこれ、はい、押されるタイミング待って、おー、待って、いけ、OK、めっちゃ安い、はい、安い、はい、いけ、OK、 いい、おい、ありがとうございました。ありがとうございました。あのですね、はい、今年僕も、まあ、僕ちょっと左投げなんですけど、はい、この左、あの右投げの内野手を、まあ、今子供たちと一緒に僕もちょっと取り組んでて、はい、まあ、その中で今日とても分かりやすい引き出しとかね、はい、いっぱいあったんで、めちゃくちゃ勉強になったんで、はい、ちょっとね、それを僕も今後活かして子供たちに伝えていきたいなと思います、はいはい。一番、僕の中で腑に落ちたのが、まあゴロの3バウンド、4バウンドが一番取りやすいよっていう、それがすごい、一番響きましたね、僕とかね、はい、ちょっとそこもね、あとバックステップとかね、はいはいはい、いろんなちょっと練習の今日は教えていただいたんで、はい、これをちょっと無駄にせずに、はい、僕も守備の方をね、ちょっと上達できるように頑張っていきたいと思います、はい、はい、なんか、武さん、守備の、はい、一番大切にしていることとか大切、はい、もしあれば聞かせていただきたいなと、まあ、ちょっと今日も2人に言ったんですけど、はい、スタート、はい、インパクトのスタートなんですけど、まあ、どこに当たってるのか、はい、バットがどこの角度で当たってるのかっていうのを見れば、多分大体どっちに来るか、どういう打球が来るかっていう予測ができるから、はい、そこをまず集中してみなさいということがまず1、はい、でスタートでまず一歩前に自分でボールに対して受け身にならずに自分から合わせられるようにスタートが切れると僕はいいかな、守備の中で一番そこが重要かなと、はい、思ってます。この 1、2、3っていうところ、はい、あれ個人的に僕難しいなと思ったので、はい、もうあれはノックからやっていく、そうですね、まあ、僕も経験則ですけど、はい、まあ、小学校の時はまず分かんなかったことですけど、はい、まあ、中学校高校でバッティング練習とか守備で入ると思うんですけど、それをもうじーっとこう見たりとか、守備を守ってる中でもどこに当たってるかなとかってやっぱ数が見れるので、はい、バッティング練習で見たりとか、あとは僕がよくやってたのはネットを自分の前に置いて、はい、ティーバッティングしてもらって、それでもどこに当たってるかっていうのを結構至近距離で判断するっていう、目の前でピーされるんですか、はい、あ、それをこうやって見るんですか、見るっていう感じ、めっちゃ怖いですね、怖いですけど、まあ、ネットがあるんで、はい、こうやってパーって見て、あ、今こんぐらいかっていう、はいはいはい、あとは外野でバッティング練習見たりとかすると、この角度でボールが当たってるとここまで上がるんだとか、その当たり方とかを見てると結構わかるようになってますね、はいはい、なるほど、そのティーバッティングのこの至近距離でネットを張ってっていうのを僕ちょっとやったことなかったので、はい、もし機会があればやってみますだからスタートがやっぱり大事だと、はい、大事ですね、はい、僕も未来の甲子園ボーイたちに教えていきたいと思いますので、はい、また何かあれば教えていただければなと思います、はい、よろしくお願いします、今日は遠いところから、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。チャンネルでは元独立リーガーまこちゃんが全国の未来の甲子園ボーイたちに野球の楽しさを一番に伝えていき、野球の成長のヒントになるように分かりやすくシンプルに発信しています。皆様全力で楽しみましょう。全国各地からたくさんのレッスンにお越しいただいてます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。